5月21日日曜日12時5分過ぎです。今日の昼はお好み焼き、きゅうりとレタスのサラダ、めかぶ、唐揚げ、糖質ゼロのビールです。今日の午前中は金沢シティガイド協会のガイド養成講座の補習に行ってきました。5月22日月曜日朝6時過ぎです。今日の朝食はカレーライスとレタスと玉ねぎときゅうりとツナのサラダです。来週から東北の気仙沼、南三陸、女川と旅行の予定です。5月21日日曜日午後6時40分過ぎです。今日の夕食はソーセージの炒め物とキャベツの炒め物、レタスときゅうりと玉ねぎとツナのサラダ、ビールは丸Fです。